中国証券監督管理委員会はこのほど脱貧困新政策を発表し国内の貧困地区の企業に対し株式上場の条件を和らげることにしましたこれについて経済学者は管理委員会が貧困者救済に参与すれば株式市場を悪化させ市場からの資金離れを招くことになるとして批判しています。管理委員会がすでにに、損をしている株投資家に 貧困救済をさせるという理論は理解できないと非難しています中国証券監督管理委員会は今月9日資本市場の作用を発揮して国の貧困問題攻略戦略に寄与することに関する意見を発表し貧困救済のための貧困地区の企業の発展を後押ししたいと述べています具体的な内容は貧困地区の企業が資本市場に参入する際の条件を緩和し 本社および主要な生産経営地の両方が貧困地区にありさらに生産経営と所得税納付が3年以上の企業あるいは本社が貧困地区にあり最近1年間の貧困地区における所得税納付額が2000万件以上である上、上場して3年間は本社所在地を変更しない企業は株を初めて公開発行し上場の申請をした場合すぐさま許可され 上場でできる政策を行ううというものです貧困地区に本社を置く企業が店頭市場で上場した場合すぐさま上場が認められ上場の初期費用は減免とされることまた貧困地区に本社を置く企業が債券や資産担保証券を発行した場合も申請すれば即許可が下りる政策を実施するといいます。 这个肯定是比较荒唐的事，因为他这样做的就是可能会把一些劣质资产带入股市嘛。贫困地区，从那公司的资源各方面来讲，应该说适合上市的并不是特别多。但是为了就是政治目的，要把那个公司带到股市里边来，那直接就是圈钱行为嘛。让股市以后劣质资产到处是，长远来讲可能对股市发展的不利的。意見が発表されてから初めての取引が行われた12日には。 大幅な下落が見られ、中盤には3000前後となり、最も低い時で2.51%下落しました。副丹大学金融と資本市場研究センター主任の謝百山氏は、管理委員会の意見は全くの誤りであり、1億人以上の中国人投資家に大きなショックを与えていると厳しく指摘しています。 社氏は意見は政治文書であり資本市場金融市場に関する文書ではないと指摘した上で管理委員会主席はどこの大学を出たのか金融市場学や証券投資学を学ばなかったのかと批判し管理委員会が金融の仕組みを理解していないと知って多くの国民は不安を覚え市場から遠ざかるしかなくなると述べています社氏はさらに現在全国には1億4000万人の投資家がいるが そのうちの八十五パーセントが損をしており、世界で最も悲惨でかわいそうな投資者であること。ただでさえ損をしている投資家に、貧困人口を救済させるとは、どういう了見なのか。と批判しました。中国の有名な経済評論家、王梅林氏も、意見に厳しい意見を寄せています。王氏は、管理委員会が許可の権利を手放さないために、七百から八百社もの企業が上場。待ちの状態にある。一方で。

専門家は貧困救済には他の方法を採用すべきであり資本市場を混乱させる対価を支払う必要はないと指摘しています。